はい、まずまずだと思います。はい、そしてあん馬の3人目山本翔一です。オールラウンダー出てきましたね。はい、彼は本当に朝日生命の中でどの種目でもこういった、ラストバッターができるような、はい、実力は持ってますね。やはりこう安定した選手を最後に持ってきたりするものですか。まあ、そういった考えもありますし、はい、実はいろいろな考えがあるんですけども、というのは特にこの、633、制は2つのチームが前後入れ替わって演技をしていくの で、ね、はい、後半でやった次が前半ということになってしまうので、はい、そこの入れ替わりのこうタイミングで選手 その疲れ具合とかを考えて、実力とかを関係なく選手を休ませるとか、はい、いろんなあのことを考えなければこのいけないというような形になっています。はい、順番も1つポイントになります。3番手の山本翔一のあん馬でした。少し前半の部分で、かなり苦しい場面があったんですけども、はい、なんとか、乗り切った。